こんにちは、津波ルワーズの本木雅美です。今年は2023年、津波ルワーズが25周年で、僕本木自体が、60周年、25周年と60周年、まあ節目ということで、まだ津波ルワーズについてあまりご存知でない方にちょっと、津波ルワーズって何なのっていうのをなんかちょっと喋ってみたいと思います。まず津波ルワーズの名前の由来についてはこれはいつだったんだか、25年、もうちょっと前か、バンドやってたんですよね、俺ね。バンドマンを目指してバンドやってた時に、その時やってたバンドの名前が津波っていう名前で、それもなぜ津波かというと、マックのマザーボードのに何か名前がついてて、当時その知り合いの中でちょっと話題になってんけど、マックのマザーボードにおにぎりとか確か布団とか津波もあったと思うんだけど、要は日本語やねんけども世界に通じる単語が、日本語の単語がそのマザーボードに付けられてたっていうのがを聞いて、じゃあバンドの名前を付けるときに世界に通じる日本語を付けようというので、津波っていうのをバンドに付けたんですけど、でその流れでそのまま、ルアーを作る、ルアーを作り出した時にどのぐらい経ってかちょっと忘れたけど、じゃあそれブランド名とか屋号をどうしようってなった時に、じゃあ津波ルワーズで行こうってなったのが名前の由来。ただしやっぱり震災の時とかはちょっとやっぱり批判されたりもしたし、それは結構俺自身も心を痛めたんですけど、よっぽど変えようかなと思ったんですが、一旦自分でまあそれ何も考えてなかったとはいえ、命名したネーミングをつけたっていうことの責任っていうとおかしいけど、それはやっぱりある程度責任を負わないとっていうか、それ付き合っていかないといけないなと思って、いまだそのまま名前を変えてないです。もちろん思い入れもあるしっていうのが津波ルワーズっていう名前の由来。トップウォーターブランドの中での津波ルワーズの立ち位置に関して言うと、今結構トップウォーターのブランドって大きい小さいに関わらず結構あると思うんですけど、最初だからうちが始めた当時はまあそんなに多くはなく、でもまあ盛り上がりつつあった時期で、その、トップウォーターブランド自体がポツポツでき始めて、それもね、大きなブランドはありましたよ。ズイール、ザウルス、道楽もあったし、もちろんスミスもあったし、大きなブランドはあったんですけど、それに追随する若いブランドっていうのは、がそれもガレージ的にインディー的にポツポツでき始めた時期に、うちも
うちは結局ただ単に俺が自分の部屋でカッターで木を削るところから始まってんだけど、その頃にそれをやり始めて、なんか盛り上がってきて、それをじゃあ、いろいろあって、ひよこブランド、ひよこブランド筆頭に、ひよこブランド、ティーと明石ブランドとか、うちとか、津波ロワーズとか、あと他に、もうバスポンドもあったし、フロッグもあったし、ストックもあったと記憶はしてんだけど、そのあたりで、盛り上がりつつある時期にうちもやり始めた。で、なんかどうせやるんやったら変わったことしたいの。結局トーナメントシーンとかのカウンターカルチャーとして出てきたもんなので、トップウォーターってね。だからそれに対抗する形でなんか面白いことやりたいなっていう機運があって、だからそのあたりを例えばバッシングショーっていうイベントが、フィッシングショーの同じ日に当ててクラブで俺らがイベントをやったようなことが6年ぐらい続いたかな。そんなんがあったり、それもそういうことを筆頭に、なんか面白いことやろうっていうので、ひよこブランドとかティートとか明石ブランドとかうちとかが中心になってそれをやったりとか、あとガウディの森田さんっていう人がいて、ガウディっていうブランドがあるんですけどね、先輩ブランドで、だガウディの森田さんが中心になって ATG アートタックルギルドみたいな、トップウォーターブランドの協会みたいなのを作ったりしてやってた時期があって、まあ言うなれば津波ロワーズはそれをまあリードする立場にあったと自負してるし、そのつもりでやってきたのが津波ロワーズのその立ち位置というか、でそれはでもあくまでそのカウンターカルチャーとして、要はオルタナティブな存在として、オルタナティブな存在であるべくやってきたつもりで今に至るみたいな感じかな。だからその当時はもちろん自分で削ったり、自分で例えばもうカッターで本当に削るとか、なんかそういうガレージブランド的なことをやりながら、そういうシーンをリードするっていう気概を持ってやってた時期やったんで、多分そういう位置におったかな。例えばインディーズっていうとか、インディーブランドっていう言い方も多分確か俺が言い始めた言葉やったんちゃうかなと思うんだけどね。それはなんでかっていうと、俺が音楽やっててバンドやってたんで、自然にそのちっちゃいブランドをインディーって言い始めたのが最初やったんちゃうかなと思うんだけどね。まあ要はそんな位置にいて今に至るですね。うちがルアーを、まあルアーだけに限らずプロダクトにおいて一番考えていること、まあコンセプトはラブフィッシングミュージック&ピースやねんけど、もちろん平和じゃないと釣りなんてできないし、まあ言うなれば釣りするっていう行為は平和を象徴する行為やと思うから、それはコンセプトとしてあるんですけど、まあさっきも言ったようにずっとカウンターカルチャーであること、オルタナティブであることは意識しつつやってます。
今じゃだから25年経つとそのなんていうの25年経ったオルタナティブっていうのも変な話やけどね。だからただでもメインストリームではないっていうのはもうずっと自覚してるから、だからメインストリームじゃなくてあのちょっと違ったベクトルで面白いことをずっとやれればいいなっていうのをずっと思ってる。で、あのもっと具体的に言うと、どうなるやろ。例えば、最初の衝動っていうか、ルアーフィッシングを始めた当時の、驚きっていうのは、こんなルアーで釣れんのかっていう、こんなルアーっていうよりはこんなもので釣れんのかっていう驚きが最初にあったんですよ。ルアーで釣りをするにあたってなんやったらこんなもので釣れるかいなっていう。だ餌の方がよっぽど釣れるやろし、じゃでもそのなんていうの、餌には似ても似つかないようなもので釣れるっていう驚きが多分今こうやってルアーフィッシングを続けてる理由かなと思うんですよ。だから ベイトにとか餌に似てる必要はない、なんなら似てない方が面白い。だから全然似なくてええと思ってるし、なんやったらそのライブベイト餌に似ても似つかない方が面白いって未だに思ってるから、だからうちのルアーってそうなんかなんていうのリアルを追求したものじゃもちろんないんですよ。だからそれはいつも念頭にあるし、あとはなんか例えば小学校の時に図工の時間俺好きで動くおもちゃっていうのがあってね、そのテーマで要はなんかここを回すとこっちが上下するみたいな、ここを上下するとこっちがくるくる回るみたいな、そういうなんか簡単な仕掛けみたいなのが好きなところがあって、同じようにルアーってそういうおもちゃみたいなところがあって、感覚としてはその小学校の工作とあんまり変わってないんだけど、今作るルアー作るにあたってもね。だからそれは面白いおもちゃ、だからまあいわゆる大人のおもちゃを作ることはいつも考えてる。あと海外っていうかまあ旅するの好きで、まあ最近行ってないけどね、最近行けてないんですが、もう20年以上前かな、西表島に始まり、じゃあアメリカも行ったし、メキシコ、中国、フィリピン、パプアニューギニア、オーストラリア、あとどこや、まあいろいろ行ったんですけど、その海外でもちろん自分で作ったルアーを自分で作ったルアーで海外で釣りすることをした、まあ先駆者のうちちゃおうかなと自負してるんですけれど、やっぱり単純に旅するっていうのは楽しくて、で自分のルアーがどこまで通じるのか、あるいは通じないのかみたいなことをやることがもちろん好きで、
で特にメキシコは、バカラック、エルサルト、まあエルサルトが一番多いんだけど、エルサルトはじめもう20回近く遠征はしてて、それはやっぱりメキシコっていうところの土地柄、色彩感覚とかね、まあ、これ言うと長くなってしまうけども、死に対する考え方とかね、それから派生した文化やとか、その色彩感覚とか、カラベラに、いわゆるカラベラに代表されるね、そういうのにもう強く影響を受けてて、それは単純にルアー作る上でモチベーションになってるし、海外エルサルトとかそのメキシコ行くことに関しては国内で釣りすると1日に例えば5バイトあると御の字で1匹2匹3匹釣り上げると、まあそこそこ絵釣りできたんちゃうかなっていうのとに比べて、メキシコはもちろん全然坊主の日とかもあるんですけど、もちろんバイト、まあ、言ってしまうとね、巨大な管理釣り場って言うたらいいかな、もうもちろん自然やねんけど、すごい巨大な管理釣り場って言うてもええようなところでもちろん放流してるんでね、でベイトも放流するし、するとやっぱり調子いいと結構バイトもらえたり超過が上がったりするんですよ。それはデータとして、データとしてスキルとして蓄積されるし、それはものすごいモチベーションになるんで、結局どんなルアーが釣れるのかとか、あるいはどんなルアーがそうでもないのかとかいうのが分かりやすくて、それは行くたびに新しいアイデアが浮かぶんですよ。だそれはすごいモチベーションになってるし、決して安くはないけど、そのお金払っていく価値があるし、もちろんそれ以上に行きたいっていうのがあるから行くんですけど、それは結構ねルアー作る上で、すごい影響を受けてます。お出た。あとね、そのトップオーダーやる人って今言ったように、俺がその作るにあたってこだわるように、トップオーダーやる人ってやっぱりルアーに関してそういうこだわりを持ちがちな人が、まあ、普通にトーナメントやってる人もそうやねんけど多いし、さらに言うと竿、グリップ、リール、あと糸、針、なんやったら服装、あとボート、カヤック、そういうことに感覚鋭いっていうか、こだわる人多いと思うんで、そうするとおのずとなんていうの、ルアーっていうのはそういうライフスタイルの中に組み込まれるもんで、やっぱりそういうセンスいい人っていうのはルアーにもこだわってるはずやし、そのルアーに行く時の身なりとか、要はルアー、フィッシングする時のやり方、例えばキャストの仕方、
アプローチの仕方みたいなことにもこだわってしまう人が多分多いと思うんですけど、そういう人にはトップウォーターって結構向いてるっていうか、ライフスタイルとして、一生付き合っていける遊びやと思うから、そこはそうなるように、ルアーに関してもタックルに関してもウェアに関してもいろいろ小物に関してもそこは心がけながらやってます。それが、まあ、こだわりといえばこだわり、というわけで津波ルアーズをあまり知らない人にもいくらかはご理解いただけたでしょうか。そんな、だから感性鋭い人に向けて今後もトップウォーターにまつわるライフスタイルのあれこれだ、ライフスタイルにおけるトップウォーターみたいなところを今後もできる限り提案していきたいと思ってます。